皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。初めて私キッカのメイクアップ体験会というのに行ってきました。今回このキッカが10周年ということで、この春の新色を使ったメイク講座を受けてきたんですが、その時にお土産としてこの限定セットをいただいたので、こちらをご紹介していきたいと思います。今回この 1,2,3,4 点のコスメがついて、とっても豪華なこの4点セットに、今回はその10周年ということで高級時計のフランクミュラーをコラボしたこのポーチが一緒についてきます。パッケージもこういうデザイン性が高くて、こういうスワロフスキーがついていたり、文字盤の数字が載っていたり、すごく可愛いパッケージになってます。ではこのお土産に入っていたこのコスメたちを紹介していきたいと思います。とまずは体験会に行った時にいろんなお話を聞いたんですが、キッカの打ち出すビジュアルっていうのが、その今まではこうしっかりファンデーションをこう重ねて重ねていろいろやって、こう人のこのくすみだったりとか、このアラみたいな部分をこう念入りに消すっていうことをやめたという話があって、そのまぶたの上にあえてファンデーションを厚塗りしたりはしないんだそうです。そうすることでなんか人のもともと持つ美しさというか、その素材を活かせるっていうお話を聞いて、今回はちょっとそういうメイクじゃないんだけど、目の上のくすみとかをこういうブルーのアイシャドウで透明感を出す、こうくすみを活かしつつこういうブルーを重ねて透明感を、自然な透明感を出すっていうアイメイクを提案していました。目の上に最初にこういうブルーをのせるってなかなかなくて新鮮だったんですが、もうね、本当になんかこうさりげなくブルーが入っていて、やっぱり透明感がぐんと上がってツヤっとした感じに見えます。これを最初に仕込んで、アイメイクの最後にこっちの明るいこのパールが強いこのものを上にのせる、これで輝きを与える。そうだから名前もニュアンスカラーリットっていうので、最初にこの透明感を出したい人とかにはすごく本当にいいなと思いました。すごいツヤツヤ。これ目の上だけじゃなくて、もしかしたらこっちとかのこうくすみを飛ばしたいところに入れると結構パッと内側から透明感のあるお顔が作れるのかなと思います。で次はこのアイシャドウです。これもなんとも春らしい柔らかいアイシャドウなんだけど、結構ね、教えてもらった時は筆で3色一気にこうブワッと混ぜちゃっていいですって言ってました。それをさっきここの作った透明感の上にふわっとのせる。そうで、なんか混ぜてもいいし、ここのピンクも単色で使ったりとかして、楽しんでくださいとのことでした。こういう感じかな。混ぜるとこんな感じです。ピンクと青ってすごい反対、反対にいる感じがするんだけど、下にこう薄くブルーを仕込むことでこの透明感が上がってピュアな目元が作れるという。なんか大粒なラメはこっちには決して入ってないんだけど、すごい繊細な、ちょっとこう表面が光るようなツヤが出ているアイシャドウです、すごい春らしくてすごい可愛いです。結構ツヤツヤっと、ギラギラっとしたラムじゃなくてツヤっとしたラムかな。次はこのチークです。体験会の時に初めてキッカのファンデーションを使ってみたんですが、なんかすごくオイルっぽいというかね、なんかすっごいツヤツヤで、スタンプのようにトントンこうのせてのせるっていう感じのファンデーションだったんだけど、仕上がりがすごく良くて、ツヤがこうピカッと出るけどとっても密着してる感じで、今すごく気になっていて、春に向けて購入したいなと思っているファンデーションの一つなんですが、同じ成分というか同じような質感が出るものなので、こう結構硬いんですよね。なんだけどじゅわっとしっかり発色してくれます。そうでもなんかこうじゅわっとしてるんだけど、みずみずしい、みずみずしいけどこう肌に馴染んでいく感じ、じわじわっとしてる感じです。これもすごい可愛い。やっぱりこのぐらいの明るい色を内側に入れておくと、すごい春は
パッと華やかなお顔になるのかなと思います。そう、これはリップには使っちゃいけないのかな。そうだね、これはもう本当に頬用です。そうで、手でこうやってやってもいいんだけど、このスポンジが専用でついてるので、すごくスポンジと相性がいいみたいなので、こうトントントンってやると失敗せず入れれるみたいです。かわいい。ちょっとチークと同じような色味のこのリップがメスメリックリップスティック EX04 番のピンクベリーという色です。結構このまま見るとすごい濃い感じのしっかりした色に見えるんだけど、塗るとすごい透明感があってツヤツヤでジュワッとしたリップです。かわいい色だ。なんか結構こう見るときつい感じがするけど、塗るとすごい柔らかい感じで、なんかツヤもたっぷり入ってて可愛いリップでね。うん、ツヤもたっぷり入ってる。これもまたなんかじわじわっと内側から出るような血色を作ってくれそうなリップです。これがキッカの10周年の限定コスメキットの中身でした。また春メイクでこれを使ったメイクをしていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。